どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあお待たせしましたね皆さん、新パックメダモンスター、新パックの最も目玉なモンスターは何ですか。まあ、いろいろやってきました。 DDD とかシンとかくだらねえデッキをねそれ言い過ぎたないややってきたんですけど、ちょっと言い過ぎました、すいません。このパック何のパックか、頭身パックなんですよ。頭身パックのわけですよ。結局眠れる巨人頭身、これはね、まあ、5Ds のアニメを見ている方だったら、まあ、あのよくご存知なモンスターかなと思うんですが、非常にね、チーム 5Ds を苦しめたチーム太陽っていうチームがありましてね、そこの太郎さんっていう人のエースモンスターで、多分ね、個人的には遊戯王界でも、まあ、多分おそらくベスト3くらいに入る、特殊召喚が難しいモンスター、まあ、要は出せないモンスターです。もう ほぼほぼ出せない、幅っつっちゃったもん、もうほぼほぼ出せん。このモンスターはめちゃくちゃむずい出し方が、説明しましょう。出し方、このカードは通常召喚ができません。頭身カウンターなる謎のカウンターが10個置かれた自分のモンスター1体をリリースした場合のみ特殊召喚ができる。そして頭身カウンターっていうのはどういう風に置くかというと、一旦に一度手札のこのカードを相手に、見せながら、フィールド上のレベル1の通常モンスター1体を対象としてそのモンスターに頭身カウンターを置けます。つまりですね、1枚では1ターンに1個しか置けないんですよ。それを10個乗せたやつをリリースしろって言ってるんですよ。やばいでしょ、やばいんですよこれ。毎ターン、まあ、1個置けるっちゃ置けるんだけども、そもそもこの通常モンスターやられるからさ、普通は。だからこの頭身カウンターをもう1ターンに即座に10個置けないとダメなんですよ、もう基本的には。でもそれを可能にするべく今回は、ギミックを組んできたんだけども、あ、他の、このモンスターね、このモンスターの、まあ、強みを言っておくと、丸2番、このカードは他のカードの効果を受けない。つまりですね、まあ、合心流ディバイオスみたいな効果ですよね。もうあの何の効果も受けません、何の効果も。要するにクリーボールとかでも横になんねえし、なんかその相手の破壊する効果とか除外する効果とか選んでとか対象とか関係なく、もう何の効果も受けません。ちなみに自分のカードの効果も受けないんで強化もできません。これがね素晴らしく残念な点なんですけども、これ相手の効果を受けないとかでよかったんだけど、カードの効果受けないんで、そのね、こいつね、丸3番で一応戦闘を行うモンスターの、なんかその攻撃力のプラス1000の数値に攻守がなるよっていう、まあ、要は、まあ、なんだろう、持ってるんですよ、そういう効果をね。だから、モンスター対モンスターに対しては無敵かなと実は思うんだけど、例えば守備力が高いモンスター、まあ、超獣武者とかがそうですよね。超獣武者とかあっち系のモンスター攻撃力は低いけど、守備力が高いモンスター、ああいうのには戦闘で破壊されます、なんと嘘やろって思うけど、そうなんですよ。とか、あとダイレクトアタックをする場合、このモンスターはダイレクトアタックをする場合はモンスターと戦闘を行う場合はあのプラス1000の数値に一応なるんだけども、ダイレクトアタックをする場合はモンスターじゃないんで、ダイレクトアタックはプレイヤーなんでプラス1000とかなんないんですよ。だからゼロのまんまでダイレクトアタックになるんですけども、他のカードに強化ができないんで、基本的にね、ダイレクトアタックダメージはないんですね、ゼロなんですよ。だからね、あのモンスターが立ってないとダメージを与えられないという、そういうモンスターになります。でこのモンスターを今日は先行1ターン目で出します。これをね、まあ、あの頭身チャレンジって呼んでるんですけども、私はアイスバケツチャレンジみたいな感じでね、頭身チャレンジって呼んでる、先行頭身チャレンジですよ。でそれで、まあ、ギミックとしてはあのこの、リロードとかあのうちの小槌でカウンターを置いたこのカードを戻してあげると、もう一回置けるようになるんで、これは何回も繰り返すっていうことで、まあ、手札をいっぱい増やしてリロードとかすればいいっていう話なんで、まあ、要はデッキを引き切るギミックですね。まあ、フォーチュンレディと、まあ、これは結構有名なギミックではあると思うんですが、フォーチュンレディとあとシンクロキャンセルでこの、ウォーテリーの効果を使い回していく、そういうギミックになります。まあ、回してるのを見ていただければね、わかると思うんですけども、回し方は、うん、そんな難しくはない。
で、まあ、ワンダーワンとドローしながら、あとエンシェントフェアリーで、ヒーターワイトを、場に出して、そのワイトにカウンターを置いていくっていう。さ、キーメイスっているんかな、これキーメイスいるんかちょっと覚えてねえや。キーメイスっているんか、あ、来てる、ちょっと待って、キーメイスって、あ、いるわ、ごめん、キーメイスおったわ。これワイトじゃなくてこっちでいいわ、こっちでいいです、こっちにしてください。デッキレシピは皆さんが使う場合はね、はい、と、いうことで、本日は先行頭身チャレンジを見舞いしていきたいと思います。最後には NG シーンもあるよ、デュエル頼む、もうそろそろ解放されたい俺も。あ、スキルは発動する、はい、もう疲れたよ俺は。来た来たぞ来たぞ、先行チャンスだ、先行チャンス、結構手札もいい、よし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 、コーリング持ってきて、いけるぞいけるぞ、頑張れ渚、頑張るんだ。フォーチュンレディコーリング発動、フォーチュンレディパスよ、で一回特殊召喚で、フォーチュナリーパスティの効果発動、自身のレベルを上げて、危ない、操作ミスする、集中力が切れてきた。で、これを発動して、で、ライティの効果除外されたら、敵からフォーチュナリーモンスターを特殊召喚、オッケー。ちょっとサレンダーやめてね、サレンダーマジでやめて。さっきギリ決まりそうなところでサレンダーされたから、サレンダーやめて、オッケー。で、ここでシンクロ召喚、スターダスト、チャージウォーリアーで、ワンドローしながら、オッケー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 、で、これでシンクロキャンセルで、ツードローしていく、オッケー、落ち着いていこう、これ時間足りるかな、操作量めっちゃあるんだけど、あ、ナイス、フラネル魔女、チーちゃんを特殊召喚、オッケー、チーちゃんの効果でワンドロー、オッケ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 ー、全然オッケー、で、もう一回、今度レベル5、天聖竜ササラシンクロ召喚、さあごめんねみんな、ソリティアが長いんだ、ごめん。でサンサーラ特殊召喚した上でシンクロキャンセル発動、シンクロキャンセルの効果、ここでさらにウォーテリーとパスティを出して、ウォーテリー効果で2ドロー、オッケー、ナイス、オッケー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 、いけるぞ、頑張れ、いけ、サンサーラオッケー、サンサーラでシンクロキャンセルして、で、あと2ドロー、オッケー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 、かなりでかい、これはこのシンクロキャンセル3枚目はでかい、これはでかい、でかすぎる、でっかい、これは2ドロー、ナイス、あー、でもワンダーワンド来た、これはめちゃくちゃ強いな、これはこれを出しに行ってよくて、で、エンシェントフェアリー出していく、オッケー、で、エンシェントフェアリーの効果発動、手札からモンスター1体特殊召喚、現れよ、ワイト、そしてワンダーワンドの効果発動、こっちでモテリーを選択し、装備した上でリリースして2ドロー、ゴー、よし、オッケー、さあ、頭身カウンターを置いていけ、頭身カウンターをひたすらに置いていけ、いけ、頼むマジサレンダーしないでお願い、オッケー、ナイス、で、リロード効果、ごめんね、またしてごめん、めっちゃまたしてごめん、キース、ごめん、オッケー、ナイス、来た、うわー、苦労したかい、やった、もう2時間くらいやってるから、もう2時間くらい俺やってるから、これきつかった、ここまで頼む、決まってくれ、うちの小槌の効果を発動、ずしんと戻して、で3枚ドローして、ずしん確定、 OK、 ずしん、いけ、 OK、 で、これでこうして、OK、OK、ね、もう一回置いて、OK、あと一個、ずしん戻して、ずしん引いて、OK、どれ、どのずしん、どれだ、お前か、ずしんのカウンター1個置いた、10個だった、行くぜ、
頭身カウンターが10個超えている通常モンスターをリリースし現れよ眠れる巨人頭身見てますか太郎さん太郎さん見てますか先行一ターン目であなたのエースモンスターを出しました僕は見てますか太郎さんチーム太陽の太郎さん見てますかキーメイスじゃなくてごめんなさいカウンターウォークモンスターがキーメイスって言わなくてごめんなさいキーメイスっているんでしょうかリンクスにちょっと探すの忘れましたすいませんなんかレベル1ワイトでいいだろうってちょっと安直に考えてしまいましたごめんなさいいやこれサンダードラゴンさすがにコズミックサイクロンないだろうコズミックサイクロン入ってないし多分さすがにこれレビオニア OK 全然 OK これさすがにラバゴンも飛んでこないはずいいよ破壊するのは全然いい全然いいなんでかって眠れる巨人頭身はね何の効果も受けないんだよこのカードは他のカードの効果を何にも受けないつまり自分で強化もできない自分のカードで強化もできないし相手のカードで破壊されることもないんだ見てますか太郎さん太郎さんいいよいいこのカードは他のカードの効果を受けないっていうこの効果これがあるからね無限に要するにガッシンリーマイオスみたいなもんだからこのモンスターはもうほぼ出したら勝ちなんだよほぼ出したら勝ちダイレクトアタックされない限りはダイレクトアタックなんかめっちゃしてくるみたいな妖戦時みたいなデッキじゃなければいけるんだよなんか頑張ってらしたけど妖戦時に負けるとかいうそういうクソみたいな展開はあるしなんか2体をラバコされてなんかもうどんな効果も受けないんだったらリリースもできなくしとけ聞いてるかコナミおいコナミ聞いてるかどんな効果も受けないの後ろにリリースもできないって書いとけこのモンスターはあと最後の丸4番に出したら勝ちって書いとけ出したら勝ちって書いとけクソがクソが現在荒れております現在頭身が先行で出てあれよっしゃおら帰り討ちだ頭身様なモンスターと戦闘を行うダメージ計算時このモンスターの攻守をそのモンスターの攻撃力プラス1000の数値にするんだよつまりこのモンスターは戦闘で負けることはない1番セットしてちょっとビビらしてバトルくたばれくたばれくたばれボケラスがボケがくたばれほらちなみに補足情報として言っておきますけれどもちょっと声疲れた喉が疲れた叫びすぎたちょっと水飲まして眠れる巨人頭身はね攻撃力がゼロでダメージ計算時にモンスターと戦闘を行う場合だけだ打点が上がるっていう効果を持ってるんですねつまり何が言いたいかっていうとですねモンスターと戦闘を行わないつまりダイレクトアタックをする場合攻撃力は上がりませんで俺はデッキ入れしてるんで、まあ、これはまあ戻すんだけど一生デッキ戻すんだけどこのカードはだから何が言いたいかっていうとこのモンスターはですねなんとねダイレクトアタックでダメージを与えることはできないんですよで貫通効果とか付与する例えばまあメテオストライクとかあと装備魔法ねああいうカードも他のカードのこと一切受けないんでこっちから強化することは基本できないんですよで俺あじゃあスキルで上げればええやんと思ってやるとかやるぜっていうスキルを使ってこれを出して殴ってみたんですよ CPU 相手にそしたらうわクリーボールも効かないからクリーボールなんていうモンスター効かんからこのモンスターだからやるときやると2000にして殴ったらダメージ計算後に、攻撃力がゼロに戻りましたこんな悲しいことありますか2000にして来たこれダイレクトアタックでも2000食らうわ勝ったわと思ったらだからモンスター殴ったら多分あれダメージ減動の後にゼロに戻るっていう効果はなんかそのなんか適用されちゃうんですよねなんか死んねえけどこれがねきついこれ爆じゃないよね多分さすがになんかさほらなんか攻撃力が変動してるモンスターにさそのバージェストマハルキゲニアとか打ったらなんか攻撃力が元戻るみたいな分断されてるモンスターになんか打ったら元に戻るみたいなパターンと同じなんですよ多分あれ仕様がだからスキルも戻るんですよあ来たこれ自殺だ見てますか太郎さん勝ちましたよ太郎さん見てますか
や無理無理、勝てば昇格とかじゃないから本当に。いや絶好無理無理、無理と、あ無理、うん、来んなお前、あ無理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 、全然無理、カモンカモン、無理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 、全然無理、うん、あーあー